森沢親王は、日本の鎌倉時代前期の皇族、大女王王。高倉天皇の第二王子であり、母は、某門信高の女、職子。安徳天皇は、イボアニ、言葉天皇は、道母帝にあたる。はじめ寿命院宮を殺し、出家した後は、行女入道親王を名乗ったが、この後堀川天皇が即位すると、自典の君として、 異例の大乗天皇号を建てつられ、皇王として陰性を敷いた。皇居の後に後高倉院の陰号が送られた。乳は平智森正室の自部教局。平家のもとで育てられた縁から、受影2年7月の平家の都落ちの際には、安徳天皇の皇太子にぎされ、天皇と共に西国へ伴われる。平家滅亡時に救出されて帰京するが、とではすでに、 言葉天皇が即位していた。文治五年新郎宣言を受け、研究二年に元服、果敢。後に、持ち明院元家の女、陳氏を人し、持明院へゆかりの持明院を御所として、持明院宮を合した。研究九,九,九年正月、土見門道からにより、道下の外孫で、言葉天皇御子の土見門天皇が、他の派閥を仕切る形で擁立され即位した。この際、 玉葉研究9年正月6日、7日条には、新帝の候補として、後鳥羽天皇の兄である二宮と三宮の名が挙がった、こと、鎌倉幕府が、要主の即位に難色を示したことが記されている。また、遠京本平家物語には、文閣が森定新郎溶律を企て、鎌倉幕府正位大将軍の源の頼朝に、働きかけたが実現しなかったという記述がある。 森貞らを支持する藩言葉は、三座衛門事件などを経て、勢力を失い、朝廷は幕府の後ろ盾をもえた、言葉上皇を頂点とした、未か力の派閥が勢いを占めた。さらに上元四年11月25日には、土見門天皇は、父、言葉院の策により、伊母帝の純徳天皇に上位した。森貞親皇は、建略2年3月に出家、法名、 行助を名乗った。上記のように後位が後鳥羽系に移り、自身の行為の可能性が薄れたことにより、不遇な運命を嘆いて出家したとも伝わる。ところが、出家から8年後の上級3年に起きた後鳥羽院と、幕府の軍事衝突、いわゆる上級の乱によって、行助の運は一変する。行為は、同年4月20日に、淳徳天皇のこの中京天皇に移っていた。 乱の鎮圧後、鎌倉幕府は首謀者と目された後鳥羽系の皇族らを処分した。純徳天皇の子である中京天皇を廃位するとともに、後鳥羽、土御門、純徳三条皇を入るとし、後鳥羽上皇の後栄のことごとくを入る、出家、親戚降下させて、その系統による行為の継承を認めない方針を取った。これによって世俗にある男子皇族が、 行助の三男、シゲルニ王のみとなってしまった。幕府は直ちに、シゲルニ王を即位させるとともに、不在となった辞典の君として、その父である行助に、大乗天皇号を建て祭り、これを法王として、陰性を敷かせることにした。行為につかず、しかもすでに出家している、入道信号を要して、大乗天皇号を建て祭って辞典に添える。 というのはこれまで先例のない措置だったが、後鳥羽系の皇族が一掃された以上、他に選択肢はなかった。辞典となった皇女入道新王は、乱後の朝廷内の混乱を収集させ、後部関係の優和に実績を残したものの、わずか2年で腫れ物をわずらって皇居。北白川に笹草され、あと高倉院の陰号を送られた。日付はいずれも旧暦。ありがとうございます。